スイングアウトされたシリンダー S&WM19 は S&W 社が開発した回転式拳銃。1955年の発売当初はコンバットマグナムと称されており、1957年にモデルナンバー制度が導入された後も引き続き通称として用いられている。また、 本銃をもとに、ステンレス鋼を導入した派生型である S&WM66 も、本鋼で扱う。1930年代に登場した、357マグナム弾は、先行する38から 44HV 弾と、同様、基本的には、44スペシャル弾のために設計された頑丈な、拳銃を小口径化する形で運用されていた。スミス&、 ウェッソン社でも、357マグナム弾と同時に、その名前を関して発表した後の M27 は、大型の N フレームに基づいている。しかし、このような大型拳銃は、特に法執交換が、日常業務で傾向するのは困難であった。このことから、コンバットシューティングの第一人者であり、自身もアメリカ国境警備隊で、 法執行任務に携わっていたビル・ジョーダン大佐の意見を取り入れて従来は38スペシャル弾用のミリタリーポリスなどで用いられてきた K フレームリボルバーをもとに357マグナム弾を使えるように強化して開発されたのが本銃である。蒸気の経緯より本銃は K フレームをもとにヨーク部分をわずかに拡張した。 軽ターゲットフレームを用いて設計されている。軽フレームと同様に4スクリュータイプであり、シリンダーも同じく6連発であるが、シリンダー長は 42mm となった。重心長は、当初は4インチのみであったが、後に2.5インチ及び6インチが追加された。リアサイトは、調整可能となっており、フロントサイトは抜き、打ちに優れるランプタイプ。グリップは、 木製で角を落としていない末広がりの長方形のスクエアバット型表面処理はブルーフィニッシュとニッケルフィニッシュから選択できた。また、M19 はトラディショナルな炭素構成であったが、1970年にはステンレス構成とし、トリガーメカニズムもフィーリングをスムーズ化した M66 も発表された。なお、小型の K フレームリボルバーで強力な 357マグナム弾を乗用すると、銃、いてともに負担が大きいという指摘があった。これは、銃自体が軽量であるため反動が強いのに加え、もともと小型な軽フレームのシリンダーで6発の、357マグナム弾を収めるため、フレームのサイズの割に、シリンダー自体が大型となり、エジェクターロッドの位置も高くなるため、 ハウジング部分に収めるスペースを確保すべく重心の下方が削られているのが要因である。1970年代末には N フレームよりも小さく K フレームと同等の傾向性を確保しつつより頑丈な L フレームが開発され、1980年よりこれを採用したリスティングイッシュドコンバットマグナムなどが発表されている。 M19 は1999年に、M66 は2004年に生産中止となったが、M66 は細部のデザインが異なり、ブラックラバーグリップを標準装備した新仕様で2014年に再生産されている。本銃は本場アメリカの警察で多く採用されている。FBI 捜査官の間でも好評を博し、後に同社の M13 が、 正式採用された。また1972年のミュンヘンオリンピック事件を受けて大陸ヨーロッパの法執行機関では大テロ作戦を担当する特殊部隊の編成が相次いだが創設直後のこれらの部隊は動作の確実性を評価して本銃を含む回転式拳銃を多用していた。 1977年のルフトハンザ航空181便ハイジャック事件では、突入した GSG-9 隊員が装備していた H&KP9S 自動拳銃及び H&KMP5 短期間銃が有名になったが、隊長のウェグナー大佐は M19 を、また突入隊員の数人も M66 を、傾向していた。日本でも、 海上保安庁の特殊警備隊の前身となった関西国際空港海上警備隊は4インチ重心モデルの M19 を使用していた。ありがとうございます。